人間の思いがロキに届いた。彼は真田幸村にゼウスの体の在りかを伝え去る。連合軍はオーディン軍が守るゼウスの体を目指して進んだ。腕輪にオロチの力を注げばオーディンを滅ぼせる。彼らが組み立てた仮説を実証するために。ふむ、すでにダッキたちがいるようですが、ゼウスを厳重に守っているのでしょう。どんな状況であろうと俺たちは立ち止まれない。参りましょう、お市様。ええ、全ての世界を守るためゼウス様を取り戻しましょう。ここの場所がバレちゃったか。なら、こういうのはどう？城に火を放ちやがった。どうやってもゼウスを俺たちに渡さないつもりか。向こうが家系を使ってくるとは。火が回りきる前に城を制圧しましょう。俺に任せ。みんな早くこっちに来て、どんどん火をつけましょう。このままでは城が焼け落ちてしまいますぞ。急ぎ怪物の進撃を食い止めねば。城門を押さえ怪物の侵入を防ぎましょう。炎の方よろしく頼みましたぞ。彼らは逃れられる。神宮殿、指揮はお任せしてよいでしょうか。私は怪物を一掃するため大筒の準備をします。よろしければ主膳殿にご一緒に。思い知る。なあ、俺たちを家計で出し抜こうなんて甘すぎる。さっさと手を貸せ。はい、はい。行くぞ。それがしにはそなたの力が必要だ。承知しました。必ずや戦果を上げてみせましょう。一、兵器についていて軍に馴染めていない。わかりました、お任せください。長政様、高虎、長政様のことはお願いします。あなたがいればきっと大丈夫です。お任せください。私が必ずや長政様をお守りします。二人、私と一緒に進む。ひざまずかせてやろう。レキさん、あなたの力頼りにしていますわ。お前の期待にかがわぬよう奮戦するぞ。一分の隙もないご活躍を。おのれに厳しきその姿勢見習わぬ。大将、打ち取った。余裕胸の。この技からは逃れられん。それなりに楽しめる。呂布殿は一人大丈夫なんですかね。敵将、呂布殿は短期でこそ力を発揮される。我らと歩調を合わせてその武を生かせぬだろう。俺の力、仕方あるまい。任務は我らが着実に遂行せる。お前の活躍が俺の心に火をつける。負けていられないな。さっさと手を貸せ。はい、はい、はい。わかった。全然足りないわ。みんな、もっと来て。
逆らう。大筒の準備はうまくいっているのか。いや、俺の目の前の任に集中せねば。逆らう。予想以上の腕よ。逆らう。ティポーンよ、燃え散ろ。火が回るにはまだ時間がかかる。急ぎ敵を一掃すれば進化も間に合うだろう。逆らう。おねごと噛み砕いてくれよ。神器、癖の強い男ですが、采配は的確ですね。さすがはあの鬼神を支えた軍師、心強い。エネルギーだ。さっさと手を貸せ。やばい。わかった。俺に任せる。あなたは死ぬぞ。ずっと知っていたけど、果樹はまだあっちを探ってるんだ。あいつのことだからバレてないとは思うんだ。俺の力思い知れ。あの方の心配ならご無用か。木を見て、木を見て我らの元へ下りましょう。さあ、苦しめてやろう。これが弱肉強食。さっさと手を貸せ。はい。わかった。我こそは源の九郎義経。ここは抜かせぬ。手ごわい敵がまた出てきましたね。ですが突破させてもらいます。逆らう。熱いね。だが引くわけにはいくまい。はい。いかに巨大な炎でも私たちの進軍は止められないでしょう。逆らう。天下無双の功績、さすがでございます。他の怪物もご用意しちゃってます。はい。さあ、あいつらをやっつけちゃって。逆らう。ここを通ろうってば。
なら、その獲物を置いてきな。か竜と風、簡単に行かせてはくれないか。参りましょう、長政様。決してない。我が槍で貫いてみせる。俺に任せよ。この技からは逃れられん。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。ちょっと出番。救急に乗り継い。俺に任せよ。この技からは逃れられん。あなたが死ぬ、ずっと知っていたことだ。俺の使者、この石。シャトラ、さっさと手を貸せ。はい、はい。しばしもだ。急がねば城が燃えてしまう。早く門へ参ろう。この任務を迅速かつ厳粛に遂行せねばなら。分かってますって。決してない。この二人と一緒じゃ怠けられない。俺に任せよ。炎の怪物はまだまだいるんだから。さあ、城が持つかな。敵将を打ち取った。やりやろうじゃねえか。よし、門は押さえて、ここで炎の怪物を食い止める。この時点で迎撃に徹するとしましょう。貴様の剣には興味が。敵将を打ち取った。俺と戦え。なら場所を変えようか。ついてきなよ。父上、どこへ行かれるの。呂布殿を見送る胸中はお察しします。この技からは逃れられんです。ですがご心配は無用です。俺の力。これでもうた。毎度ごめんな、ダキちゃん。なんとか寝りましたね。お二人ともお怪我はありませんか。大丈夫。霊気で、さすがに見事な活躍だった。いや、お前たちの協力があってのせんから。私一人では手間取っていた。さっさと手を貸せ。弱い。下がらず。俺に任せる。中央の門を押さえ、我が指揮で制圧し、引き続きここを守らない。この生命が…さすがお見事。俺に任せ。思考の具を垣間見ましたぞ。皆の規範たる姿勢、崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。正直ダメかと。ありがとう。俺の力、重いし。押されているか。しかしここで負けるわけにはいかぬ。せいっ。ここは炎の怪物の進軍。譲れはせぬ。逆らえ。ここまで頑張るなんてね。けど今度こそおわり。さっさと手を貸せ。はい、はい。俺に任せよ。この技
座からは逃れられん。お前こそ真の三国武装だ。お見事です。私もあなたのようになりたい。源氏武者を貶めてしまったか。この辺りに王術があるはずです。あったぞリクト、早速火を入れよう。家康殿の話でここを攻撃すると。よし発射。うまく動かせましたね。これで怪物を仕留めていきましょう。おお、王術が火を吹きましたな。リクソン殿、さすがの、さすがのお働きですぞ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。ここで終われない。どんなに辛くても逃げたくない。俺に任せる。敵将を討ち取った。俺の人は思い出さっさと手を貸せ。はい、はい。押されているか。しかしここで負けるわけにはいかぬ。貴様、申し訳ありません。なんとかなったか。さっさと進もうぜ。この技からは逃れられん。よし、この門は押さえたな。周囲を警戒しましょう。敵に奪い返されると面倒です。少しは動かないとダッキに怪しまれる。果汁が出てきたか。少し様子を見たいところだが、この技からは逃れられ。ここは我らに任せよ。果汁殿の元へ行くがいい。命令違反とも取れる行為だ。今回だけは目をつぶる。勝利だ、武器だ。すみません、俺の力、行ってきます。あっぱれの一言につき、そなたほどの勇者なかなかおらん。嬉しい、助けてくれるのね。苦しいけど、まだ戦う。さっさと手を貸せ。はい、終わり。わかった。逆らう。普段なら敵前逃亡など処罰の対象だ。カジオ殿の様子も伺っておかねば。手立ちいたす。危険を冒して患者を務めてくれているので制圧し、芝生殿が友を心配するのは当然のことである。俺の力、しぶといわね。そろそろ耐えられなくなるんじゃない。いやあ、お前は頼りになる。ありがとな。ここで終われない。カジュ、無事か。まだガキたちに手の内はバレてないよね。こうして話していれば疑われるかもしれない。さっさと手を貸せ。さあ、打ち合うぜ、師匠。おお、お見事な活躍ですな。こんなところでいいだ。俺は下がるぞ。電話にかけて。カジュさん、やられるの早くない？ゴコさん、代わりに行ってよ。ったく、猿使いが荒いね。まあいい、大活躍してやるぜ。敵将を撃ち取った。カジュさん、まだ撤退してなかったの？人間がここにいたら焼け死んじゃうわよ。他の奴らは引いた。この時を待っていた。クズどもが。カジュさん、まさか裏切るの？なんちゃって、それぐらい読んでたわよ。ダッキ様、お下がりください。
敵を相当する。まだ兵が残っていた。もう少しで私を倒せたのにね。勇気抹殺しちゃって。下も広がっていますぞ。急に敵を一掃してくだされ。俺の力思い知れ。あ、いたたった。あばよ。カジューは無事なのか。あいつ城内にいたんじゃ。無理起きてよ。主膳殿、城を撃つのはおやめください。あの中にはゼウス殿が。すまない、手元が狂ったけど、あの姫妖魔に当たったみたいだ。これでお前一人覚悟しろ、ダッキー。な、何これ。こんな展開ありえない。はいはい。さすが見事な働きよ。そなたの部が勝利を導こう。カジュ、よかった。とりあえず無事みたいだな。師匠、いいところに来たな。手を貸せ。ダッキを倒す。ちょっと、味方が来るなんて卑怯じゃない。長政殿たちが向かったもの手薄めよう。誰か援護に向かって。まずいな、寒気がする展開だ。鼻が利くようだ。おかげで命拾いしたぞ。これ以上さっさと手を貸せ。はいはい。逃げたくない。押されているか。しかしここで負けるわけにはいかぬ。なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。オーディン一人を切れば異界の乱は収まる。その確証が欲しくて内情を探ってたんだろう。この技からは逃れられん。奴の力は強すぎるのさ。おじさん一人じゃん。だからこっち側にいてオタクらをそらすことに。何をグダグダしている。さっさと俺と戦え。降参するよ。世界が救われる確証も得たしね。邪魔の入らない場所で確かめられてよかったよ。なんとか目当てのものが確保できましたな。しかしまずは城の火を消しましょう。炎の怪物が引いているなら問題ないでしょう。この程度の火ならすぐに消し止められます。力はオーディンに奪われてしまった。代わりに俺の命をもって父上を復活させよう。私にも責任はある。貸した命はオーディンを倒した後に返してもらうさ。感謝する。この世界を作ったこと、私たちを巻き込んだこと、全てお前の策なのか。いや、
息子の裏切りはさすがに予想外よ。父上、申し訳ありません。アレスよ、お前の罪は重い。ゆいに罰を与える。すべての世、そして人間たちを救うため命を懸けて尽くせ。できるな。はい。さて人間たちよ、あとはお前たちの手で幕を下ろしてくれ。ゼウスよ、この異界でウヌは何を望む？わしの力を餌にオーディンを呼び寄せ、お前たちと共に撃とうと思っていたのよ。力への渇望と滅びへの恐怖に取りつかれ、オーディンは不穏な野心を抱いた。全世界を従えるべく軍備を整えたのだ。このままでは神々の間で戦争が起こる。そうなれば神界も人間界も無事では済まない。無論戦界もいずれ巻き込まれただろう。これをいかにして防ぐか悩んでいる時に、オリンポスの水鏡で偶然お前たちとオロチの戦いを目にしたな。この世界を閉ざしてオーディンを縫い止め、人間たちと共に奴を撃とうとした。そんなところかの。だが危険な賭けに出たものだな。オーディンがオロチの復活を企てるなど、少し考えれば分かりそうなものだが。だからこそ戦界と、そして英雄たちの力が必要だったのよ。たとえオロチが蘇ろうとも、お前たちならば倒せる。でもだったらどうして私たちと戦ったんですか？最初からそう言ってくれればよかったのに。本当にオーディンやオロチに対抗できるだけの力を持っているか確かめたくてな。それと純粋にわしが戦ってみたかったのよ。父上、あなたは本当に。いやすまんすまん。しかしまさかお前が命を懸けられるほど人間たちに感化されるとはの。そういうわけでは。ただ俺はオーディンに一泡吹かせたかっただけで。最初はそうでも、人間を滅ぼしたくない。彼らになら未来を託せると思ったのだろう。素直になれぬのは相変わらずのようだな。親子ともども皆には迷惑をかけてすまんが、全ての世界を守り抜くためどうか力を貸してくれ。ああ、大事な仲間も取り戻したことだし、これからはもっと真面目にやらないとな。師匠の口からそんなセリフが聞けるとはな。何度も戦ってオタクらの力はよく分かったよ。おじさんの剣、これからは世界を救うために使ってもらおうかな。宗則殿、心強いです。どうかよろしくお願いいたします。この加工旅に任せておけばいい。不殺、これを貫く。オーディンがわしの力を奪い滅びぬ存在となったのは誤算だが、まさかオロチの力を使うことを思いつくとはな。いやはや人間の知恵とは素晴らしい。やはりただ教え導かれるだけの存在ではないか。あなたは倒れていらした間のことも全てご存知なのですか？うん、
魂まで奪われたわけではないからな。この世界の様子はずっと感じていた。だが残念なことに腕輪に力を込めるにはわしの杖ケラウノスが必要でな。それを持っているのはロキ殿ですね。力も武器も奪われた今のわしでは大した戦力にはならぬ。すまぬがケラウノスを取り戻してもらいたい。承知しました。ロキ殿のもとへ向かいましょう。神々の王たるわしが勝利をもたらしてやろう。戦場を混沌で染め上げてやろう。